バラーありがとうそう見てなかった勉強悪いけどゆきちゃんに会える15日そうだね15日は近づいてますねそう花江ちゃん頑張ってたよねねみんな頑張ってた今日は大学でしたそうなんですねお疲れ様ですお疲れね本当に花江ちゃんが頑張ってるところも見れたし他のね先輩たちのあの なんだっけチャレンジコーナーチャレンジコーナーも見れてめちゃめちゃ良かった良かったちょっと前髪巻きますね <laughs> ちょっと前髪巻いちゃいますねやばいまだ温っまってなかったやばいショックまだ温っまってなかったあ同じ猫耳買いましたか本当ですか千葉昼見てさっき帰ってきた本当本当ちょっと待ってね 読めないの飛ばしちゃいますごめんなさいなんと配信始開始までに帰ってこれたすごいこんばんはこんばんはハートありがとうございますありがとうハートこんばんはこんばんは花えちゃん緊張してた緊張してたんじゃない多分わかんないけどハートありがとうございます現場に行ってないからよくわからないけど配信見る限りではわかんないしてたっぽいけどなハートありがとうございますバラもありがとうございますありがとう 今日は仕事で見れてない本当ありがとうハートハートありがとうそうゆきちゃんこんばんはこんばんは生で見る限り花江ちゃん超緊張してたそうなんですねやっぱり緊張してたかドンキに同じウサ耳打ってなかった本当嘘15日は最初からウサあ猫耳つけていく本当ありがとうありがとうねちょっと待って読めなくてごめんね白いペンライトありがとうございます結婚してもありがとうございますハートもありがとうございます はじめましてはじめましてですかねはじめましてハートありがとう花枝から目離せなかったね私も花枝から目離せなかった <laughs> 荻野由香さんに会ってきたそうなんですねそういえばなんかやってましたよねこんばんはこんばんは3期生も誰かギャルしてもあー確かに <laughs> こんばんはこんばんは花枝ちゃんすごく立ち立ち位置気にしてたあそうなんですねハートありがとうございます ちらって <laughs> ありがとうございます見に来てくださって可愛いってありがとうございますハートありがとうたくさんありがとうございますハートちょっと待ってねなんかいつものテンプレうそ <laughs> 耳マジなかった本当ハロウィン商品えなんか奥の方にあったんだよね見つけたよこの前こんばんはこんばんはハートありがとうございますありがとうハートいっぱいハートたくさんありがとう こんばんはね出陣かっこよかったですよねこんばんはエッサコイさんもね三期生ね出てました良かったですよねこんばんはこんばんはコメントありがとうございますえそうこの前ドンキ行った時普通に置いたってうさ耳同じのなんか奥の方だったけどなんかすごい奥のなんか <laughs> 奥の方のなんかなんていうのなんだっけコスプレコーナーみたいなちょちょりんせ <laughs> ジョニスこんばんはこんばんはマリナさん以上に早口配信本当ですか？多い <laughs> ハートありがとうございます。カノレに続いて嘘耳もおるきれになりそうそうかな <laughs> なりそうかなまさかの出人ね本当にすごいかっこよかったハートありがとうございます。私も踊ってみたかったな <laughs> チラって見に来てくれてありがとうございますハートありがとうローソンのカネラ食べました本当ですか美味しかったですか？ こんばんは。こんばんは。こんばんは。<laughs> 確かに早口本当早口かな。早口かな。美味しかった。本当ドンキは南口南口のです。美味しかったです。って良かった。お疲れ様です。とお疲れ様。ハートありがとうございます。 ゆきちゃんの出陣も見てみてね私もやりたいゆきちゃんが買うと必ず売り切れになるわ <laughs> そんなことあるかなツアー終わって今最終新幹線おお滑り込んだよかったやっぱり店員さんにそう聞いた方がいいかもファイナルねえ何やるのか楽しみですよねハートありがとうございます私もカヌレ一気に3個食べたらお腹いっぱいになった <laughs> 面白い見たんで作った自作猫耳でもいいえ全然いいですよもっちゃんがゆきちゃんに影響されてカヌレ食べたほんと ユキちゃんから猫耳なくなったらあドンキからだドンキから猫耳なくなったらユキちゃんこぽかほんとこんばんはこんばんはコメントありがとうパン屋さんのカネレおすすめ弥彦村のねオッケー今度買ってみる <laughs> コスプレグッズそう入り口の方のコスプレもあるけど奥の方にもコスプレあるから見てみてほしいそれは。 三期生頑張ってたねってそうね頑張ってたこんばんはこんばんはファイナル新潟見に行こうかなってぜひぜひ見に来てください1.75倍即配信 <laughs> ファイナルで何するんだろうねお楽しみにちょっとごめんね飛ばしちゃうね磯部さんもフォロワー1700人目指すそうでどっちが先に達成するかなえどっちでもいいよそんなの <laughs> ハートありがとうございますなんか別に競ってるわけじゃないからなんかどっちが先にとかじゃないけどとりあえず 同じ、ね、目標があるっていいよね <laughs>。同じ目標があるっていいよね。ファイナル申し込んだほんとこんばんはこんばんは同じくかなり3個食べた3個食べた人ここにもいました <laughs> ここにもいました3個食べた方そうねな何とか入ってほしいファイナルファイナル入れますように <laughs> 皆さんねそうい,い,いい席にいい席にチラって。 見ててくださってありがとうございますアイロンねそう温めてんの今ちょっと頭に初まりめてきたかもカヌレ食べれずだった本当昨日はシノモのぬいぐるみを取りすぎました本当見てみたい <laughs> 身長伸びてないですよそう3個ね3個食べたらしいねわ私も3個食べたいな <laughs> 私も3個食べたいなって言って今日3個買ってきたんですけどえ運命これ <laughs> 同じ3個買って買ってきたんですけど 次こそは一階席で見てみたいねぜひそのファイナル必ず当て、うん、当て,てくださいハートありがとうファイナルは昼申し込みました本当ですか当たるといいですねカヌレは毎日食べるのは継続中すごい私全然継続されてない今日めっちゃ久しぶりに食べる買ってたそうファイナルね入れるかなそうマジかって村から出たい <laughs> また言ってる買ってたそう今日買ってたのこんばんはでも手に持てる量ではああなるほどね <laughs> 詰め込んで 来れます。<laughs> もしよかったら詰め込んで来れます。それ以降お譲りいただ <laughs> 1個1個お譲りしましょうか？1個1個かならお譲りしましょうか？<laughs> 県民会館昼より申し込みました。本当ですか？すごい。まだ食べないの。まだ食べない。ちょっとあの前髪巻き巻きさせてほしいです。ちょっと前髪巻き巻きします。え、ちょっとなんかね。<laughs> <laughs> くださいあげませんあげません東京に住んでる東京のローソンにカヌレないの私の効果じゃないですね東京のカヌレは東京のカヌレは私効果じゃないです <laughs> え欲しいって取りに来てください <laughs> 見せましたちらってありがとうございます見に来てくださって今日は走ってないですカヌレそう村で過ごす <laughs> 巻き巻きタイムそう巻き巻きします久々に見た赤ヌレ本当 ま,またくださいポーズそうまたくださいポーきし,マキマキしますねちょっとあのコメントに追われたんですけどマきマきします大変前髪大変どこ行けば買えるどこ行けば買えるローソンローソンにローソンにえ今日でもお昼くらいにローソン行ったら売ってたんだよお昼くらいにローソン行ったら売っててそう <laughs> お昼くらいのローソンね沼に片足はまったほんとこんばんはこんばんはカヌレあと1個しかない1個あるやんけ <laughs> 1個あるんじゃないですか1個あるなら大丈夫だよお昼そうお昼にローソンお昼のローソン売って言ったユキに集中ほんとユキちゃんからカヌレ手渡し会 <laughs> カヌレ手渡し会ねこんばんはたった今申し込んできたほんと ありがとうございます。会えますように。会えますように。ローソンさんでない場合は、店員さんにお願いして発注してもらえば大丈夫。<laughs> 強い強いな。それはあるやんけローソン行ってくる。そう、1回ね。1階席の方からの参戦。ゆきちゃんローソンでバイトして <laughs> 無理ですね。ハートありがとうございます。ありがとう。 ちょっと待ってくしもないカネレ cm 来ないかな来ないかな初めましてって初めましてじゃないですね初めましてじゃないです今日は今日は初めましてですけどちょっと詐欺らないでください午前中にそう行けばあるはずです前髪変になったなおかしくなっちゃった <laughs> 初めましてじゃないです本当にやめてくださいその初めましてローソン作りますね <laughs> ローソン作ります ローソンローソン一日店長しますか、ね、やばいなんか変になったまあいいやコメント返しうまくなった本当初見ですって初見じゃないですかわいいってありがとうございます CM 来たていで食べてみて <laughs> 来たていでねちょっとあとであとで食べますねまだ1700人いってないのでこんばんはこんばんはゆきちゃん何ゆきちゃんのカヌレの CM 見たいよね見たい見たいかな ってありがとうございます。ローソはじめまして。いったら絶ったられる。怒ってはないですよ。コメント返しのリズムがいい。本当ですかはじめましてはじめまして。コメントしてくださってありがとうございます。あの今フォロワー1700人目指してるのでもしよかったらお願いします。午後になると何午後になると何だって。ゆきちゃんが買いしめる買いしめてないよ。今日ははじめまして。は <laughs> じめましてはくさ。一日店長だったらなににはじめましてじゃない あと26人ですよね午前なら余裕であるよねそう初めてやのに初見ですいやないのに初見です言う人は認知されてないとええー、そうなのかなまあ、確かにね白雪姫認定しますありがとうございますゆきちゃん CM に出してくれたらカなレ大人がい,い本当この前まで目の前に見えていたはずの沼にカッター使ってるんですけどどうしたらいいと思いますそのままそのまま沼に入れば大丈夫ですカヌレ 食べてみたいけど新潟の優勝決まるままるで我慢しますそうなんですね我慢するんですか食べましょうぜひ <laughs> サイン入りサイン入りかなサイン入りにできるかなちょっと待ってねちょっと動かしたらちょっと入ってなくなったね画角そう米読み紙本当こんばんはこんばんは入荷時間をローソンさんに聞けばねそうだねこんばんは 確かにローソンさんに聞けば確実ハートありがとうございますカヌレ大人買いするしか本当カヌレカヌレが消えちゃうよみんなの分のカヌレが消えちゃうよ何何ゆきちゃん沼に頭まで使って息が止まりそうでよ。本当ですか死なないあのちゃんと生きててくださいね <laughs> 沼に埋まります埋まりますかハートありがとうございます本当に100個ありがとうハート100個ありがとう ありがとねカヌレうまってうまいよねカヌレ明日カヌレ買い占めます本当ですか <laughs> 東区には穴場のローソンがあります夕方でも買えますそうなんですねこんばんは元気って元気ですありがとうございますコメント今日の配信は何時までですか今日の配信は24時までです2時間たっぷりあるのでぜひ皆さんコメントお願いしますでもマジでローソンカヌレをに、うんうん、ローソンカヌレ <laughs> 大人気だよねそうですねめっちゃ人気 沼の底に落としてもらっていいですか落としちゃいますねじゃあ沼の底に <laughs> ゆきさんは水粒希望ですかそうですね水粒希望ですね沼に沈められそうだね沈めちゃうかもしれない <laughs> このハイペースで2時間大丈夫全然大丈夫全然大丈夫だよハート500個ありがとうございますありがとうハートありがとうございます今日の夕ご飯なんですか今日の夕ご飯はね鍋でしたお鍋 お鍋を食べました。美味しくあったかくて美味しかったです。<laughs> アザース <laughs> たまに休憩して水飲んで寝てありがとうございます。ローソン以外のカヌレも食べるカフェとかの食べます。食べます。ハートありがとうございます。ローソン以外もね。美味しいとこいっぱいあって、パン屋さんとかのも美味しいですよ。今ローソンカヌレ売り切れてた。本当ゆきちゃんの前は出れないというより出られないそうですね。<laughs> 埋め込みます。ゆきちゃんの美味しいサイン何でしたっけ？青白です。青と白です。 今日は何眠くないです息切れしそうなくないの早口そう <laughs> 何鍋何鍋だっけ何鍋だっけ忘れちゃったごめんねコメント早くて何鍋か忘れたみんな何鍋だったのってずっと聞かれてる <laughs> あ,とありがとうございますパン屋さんにもそうカヌレあるんです遊びに来てよってありがとうございます息してますよえ息してますか逆に <laughs> 沼に沈んだ人いっぱいいる <laughs> いっぱいいるかもこんばんはこんばんは何鍋だっけあれカヌレ鍋 カヌレ鍋じゃないかな息してください大丈夫って息してますバラありがとうございますありがとうバラゆきちゃんゆきちゃんは鍋にに入れる <laughs> 水飲みながら酸素吸うしかね本当にやっぱりラーメン部は競争率高高めかな高いのかな闇鍋 <laughs> 怖い怖い遅くなりましたこんばんはこんばんは何辛いの大丈夫じゃないゆきちゃん可愛くて息できない本当ですか こんばんはゆきちゃんとありがとうございますカラフルなペイライトありがとうカヌ鍋エラ呼吸なんで <laughs> カヌレは溶けそうだなね溶けそうカヌレ鍋は食べたくないよね <laughs> 今日も世界一かおいてありがとうチラって見てくださってありがとう3期生にもつ鍋コンビがね誕生したねキムチ入れてないです明日から3食カヌレ大変それはちゃんと栄養をとって米読みというスポーツに見えてきた本当 <laughs> ゆきちゃん面白いって面白いですか 面白いかな、私。疲れた、疲れ、疲れました、お疲れ様です。千葉から帰宅中で、無音です。無音か、聞こえてる。<laughs> ゆきゆき、コメントのレスポンスすごい、本当。本当、めっちゃね、あの、たくさん読みます、本当に。<laughs> たくさん読むので、ぜひコメントしてくれたら嬉しいです。こんばんは、こんばんは。見て、作ってきたの、フォロワー千、千七百人目指してます。 <laughs> 特技コメント読みえいいね今度からさ特技の欄コメント読みにしよう <laughs> コメント書く方が息切れしだした確かにねみんな手止まってきてる大丈夫ちゃんといい気できてる <laughs> ファイナル申し込もうかなえっ是非会いたいですお会いしたい目がゼロそう。 目になってのゼロが読むのだん上達したからコメント追いついたそう追いついた野菜不足を補うために青汁おーよかったよかったそうゼロの目かわいいよね心配でコメント控えちゃうほんと大丈夫よフォローしてますってありがとうそうサインに合わせましたサンリオのギフト終わっちゃったね終わっちゃいましたねコメント読み2時間そう <laughs> 2時間ですそうこんばんは目かわいいありがとうヘクションあハートとバラありがとうございますお疲れ様フォロワー1700、ね、フォロワー 17人目指しているの <laughs> 1700人ねいきつ一息でどこまでコメント読めるかというギネスでもやってんのやってないよ <laughs> うちらのコメント追いつかないというやっほーやッホシナモンも降ってこないのそうもうシナモンは降ってこないケロも降ってこない <laughs> ケロも降ってこないよ早口でも心地よく当千七1700円にそう1 7 0円にちゃっかりね入ってんの初見初めまして本当初めまして 初見ですってありがとうございますほんとかなそれはほんとかなそれは気持ちだけケロ投げときますってありがとうケロがね懐かしく感じるよねお願いします是非 <laughs> チーズのカヌレは食べてないですね2003の0の部分私たち には目がないのそうですね。あのその時にはまだ目がなかった頃なんです。<laughs> 1700円シナモンだね。だで可愛かったのに。うんね。シナモンなでなでそう。ケロン終わっちゃいましたね。なんか背景がなんか夜景になってます。ちょっと夜景じゃないや。夜景なの。これこれ何になってんの？<laughs> 待って夜景じゃない？<laughs> なんかハッシュタグでゆうなちゃんの？ ゆうなちゃんのハッシュタグついてますけどちょっと違う違うルームえっ <laughs> あがなしように応援してますってありがとうございます宇宙なのこれちょっと休憩 <laughs> ちょっと休憩ビルビル夜景だよねあれ俺初見かなえ初見かな違うと思うこれが通常の背景あこれが通常なのか夜景がね通常背景なんですね私通常入って初めて見たちょっと待って待って 初めましてやけどいつもこんなの,のいつもこんなですシンプルになっちゃいましたなそうですねビル群の夜景ねツッコミ良すぎる本当赤巻神青巻神黄巻神読めなかった <laughs> 通常そう通常のやつ初めて見ましたなんか最初はなんかふわっふわみたいなパッなんかすごいなんかなんかすごい お誕生日会みたいな背景だったんですけど <laughs> コンサートから帰ってきましたっておかえりなさいそれも珍しい可愛い,いってありがとうございます <laughs> 野球といえばゆきちゃんのアクスタとねめ見たよその投稿よかったこんばんはこんばんは青パジャマ青パジャマから読んじゃった赤パジャマ青パジャマ茶パジャマ何な何になに早口言葉なのこれプロレス見たことないですねしっかり見たことない てーいって <laughs> 何何ハートありがとうございますありがとうハートえそうなんか初めて見たこの夜景こんばんはこんばんはこれが通常なのね覚えておこう僕ボ,ボブ僕ボ,ボブ僕ボ,ボブ何何何言わせようとしてんの生麦生ゴミ生卵言えない早口言葉あそういえばね時間も作ってきたこれ作ってきたっていうか前のやつなんだけどこんな時間にします 22時から24時まで配信させていただきます。好き <laughs> 好きってありがとう、好き。<laughs> なんか読めない、あかぱぱパぱパパパパ <laughs> 準備万端、そう。ねもう読めないその早、早口言葉。はにゃねさっきから何,何、何ありがとうございます、ペイナイト。なんかね、飛んできた、シャボン玉みたいの飛んできた。ありがとう、なんか、なんかキラキラしたの飛んできたけど。 <laughs> ありがとうハートありがとうイラストかわいいってありがとうゆきちゃんもこ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 パジャマ着るよ着るけどねまだ着ない佐渡時々時どういうことチラってありがとうございます見に来てくださってハートありがとう春バナパッカンバパッカン <laughs> カピバラカピバラバナナの謎はまだ謎なのだぞねえ早口言葉言わせようとしてるありがとうございますハート こんばんばはドラマ見た何のドラマかな赤かぬれ青かぬれ木かぬれこんばんはこんばんはドラマって何かなでもねドラマ見た <laughs> ドラマ見たよドラマ見たけど何だろうあフォローしましたってありがとうございます嬉しいありがとう推しレスラーは棚橋なんて読むんだろうこのこの方 <laughs> 滑舌鍛えられそうねゆきちゃん好きってありがとうございます本当に。 あ、結婚しようってありがとう <laughs> 結婚しようってありがとうドラマ何見たのドラマは私最近なんか前のドラマ見るの好きでラストシンデレラ見ましたラストシンデレラ推し返金賞は絶対命令理かさんやん <laughs> こんばんはこんばんはそうそれ見た YouTube で MAX に流れてもさ本当ですか22時から24時の0の部分そう目ないです だってこれもう目がついてるもんここに <laughs> ここにもう目が村から出ない村で過ごすね村で過ごしましょう <laughs> 今度東京東京許可局に行きたいね本当に言ってるそれ <laughs> 本当に言ってるそれ可愛い,いってありがとうございますありがとうございます本当にふむふむ 篠原涼子さんよね、ラストシンデレラ見てた、そうなんです、ラストシンデレラ見てました、私もね、見てました、すごく好きなんです、なるほどって、優陽ちゃんが見たらしいドラマ見、見たらしいドラマ見た、何、なんだろう、それ、何見たの何見たの、それ、それは何、こんばんは、こんばんは、マシンガントークはうちには合わんわ、バイバイ、そうなんですね、合わないですか、バイバイ。 ゆきちゃんも村作ろう村はね作らないかな <laughs> あそうなんですね東京東京ななんかないらしいですよ春夏,春夏秋冬春夏秋冬春だけじゃ春だけじゃなく一年ずっと何何なになに <laughs> 沼でなくした靴見つかったよおめでとうございますよかった <laughs> よかったちゃんとあったちゃんと大丈夫だった沼でなくした靴 <laughs> その目のやつはゆきちゃんのキャラそうですね そう私のねあ,のあれについてもサインに「村から出れない村から出ない村の代わり村の代わりはるかの季節はるはるかさんのね結婚しててありがとうございますマシンガントーくなれると快感なんだけどね」ってそうなんですかね合わない方もねいらっしゃるのでね是非他の他のルームへ移動してくださっても全然全然構わないので「機会があれば阿賀野市に遊びに来てください」って「え遊びに行きたいです」 ぜひなんだろうなんだろうなんかなんか UN N <laughs>「UNN」あ間違えたねうん吐 <laughs> けた今村長から隠れて村の中に静かに潜んでます <laughs> そうなんですねそうなんですねそうなんですねどうなるんだろうってどうなるんだろう3期生の皆さんはみんな何何えそうなのかな わかんないどうなんだろう私だけ目の名前ねないのまだ次のツアー新潟では撮影このタイムえー、どうなんだろうねどうなんだろうそろそろ寝なくちゃうゆきちゃんまた,寝またねってまたねおやすみ富山市にもえー、遊びに行きますぬ、ね、こんばんはこんばんは今何の話題今ねなんかわかんないコメント読んでるわ話題 <laughs> コメント読んでます何の話題だろうゆきちゃん 髪結んだらどうなります髪結んだらどうなるどうなるかな髪 <laughs> 結んだらどうなるんだろうあがなっは新潟からめっちゃ近いうんそうそう新潟からめっちゃ近いよこんばんはこんばんは髪結んだらどうなるってなんだろうどういうどうなるなんだろう <laughs> どういうどうなるこんばんは AKMBE14 とか18期の募集してますねそうですねしてますね 白いペンライターありがとうございますなんか昨日の8時に発表されたよねツイッターで見た気がするツイッターの投稿されてましたよねなんかわかんない話題 <laughs> 違う違うコメント読んでるのよ必死に必死にコメント読んでるのよこんばんはこんばんは髪とても綺麗ですねってありがとうございますごめんハートありがとうが逆あお芋ありがとう <laughs> お芋ありがとうとりあえず彼女のマシンガントーンクが苦手な方には鈴木さんをおすすめします本当にあの鈴木さんをおすすめします <laughs> どうぞ鈴木さんへ三村さん髪すごかったねねえ当に三村さんすごいバッサリカットされててすごいねショートカット <laughs> コメント読みだからそれはそうねそうすごい髪短くなっててびっくりしました鈴木さんへどうぞ <laughs> 西方さんちで育ったからマシンガントークじゃないと違和感ある本当今日もゆきちゃんが気になって来てしまいました好きなのかなってそれは好き <laughs> リリカちゃんリリカちゃんのところに「今日もかわいいです」ってありがとうございます鈴木ひとみさんもマシンガントークえー、どうなんだろう違う気がする鈴木さん顔そうねこれ決まるかなわかんないハートありがとうございますたくさんありがとう髪結んだら今とは違う可愛さかなって思いましたありがとうございますヘアドネーションでね寄付したらしいすごいですよね今日まで髪知ってました なんかねあのオンラインのおしゃべり会オンンラインのおしゃべり会の日に切りに行くって言ってらっしゃってでもどのくらい切るかはあんま言ってなかったんですけどバサリって言ってたので大体大体は知ってましたかわいいってありがとうございます髪結んだらこんなかなゆきちゃんも髪長いけどこれからはロングヘアキャラはゆきちゃんかなどうなんだろう髪ね長い子いっぱいいるよね前髪 綺麗ありがとう寝る準備するバイバイありがとうね見てくれてゆきちゃんが一番短い時ボブあのね肩につくぐらいかなこんばんはこんばんはこんばんは3期生の SNS か金いつだろうねそうそうなの結んでるのかわいいってありがとうかわいいもありがとうそうヘアドネーション素敵だよねね素敵ですよねツイン素敵ほんとそうツインね前めっちゃやってたんだけどね そうリリのちゃん髪長いからさそうリリのちゃんの方が髪長いあとすももちゃんとかすももちゃんとリリのちゃん髪長いサラサラしてて綺麗ですねってありがとうございますそうボブボブだったんですよ私すももちゃん私もう腰まであるけどヘアドネーションしないわいいそう,そうプロレスえ知らないですごめんなさい小熊さん ね、髪一番長いかもしれないさっき長い子多いんですよツアーにちなんでパッキングは無理やり押し込むタイプパズルのように敷き詰めるえー、敷き詰めるかなその2人の方そう長いチラッて見に来てくださってありがとうハートありがとうございます最近すももちゃんのツインあんまり見なくなってきたほんとストレートオールしもそうかわいいですよねこんばんはこんばんはそう確かにねすもちゃんねそうかも ヘアドネーションオイラに寄付して欲していですヘアドネーション <laughs> まだねでもねできる長さじゃないんだよね私がねヘアドネーションするってなったらねめっちゃ短くなっちゃうからもうちょい伸ばしたいんだよねこんばんはこんばんはゆきちゃんはグループにいるだけで天使ですってありがとうございます本当にありがとうございますこんばんはこんばんはツインやってツインってやっぱ 頭皮痛くなるのかなななえー、そうなのかなわかわんない私ねポニーめっちゃ高いポニーテールとかだと頭皮痛くなるかもなんかめっちゃギュってきつく結ばれてると痛くなっちゃうかもしれないどうなんだろうどうなんだろうかそうかえりさんも NGT に入るタイミングでえー、そうなんですね確かにたまにすもちゃん見に行くと可愛さに驚く うんかわいい <laughs> 昨日までの日のんくらい髪伸ばしていくのうーん今うーんどうだろうわかんないどうなんだろう <laughs> 今日の TikTok でも背の小ささが際立ってたねそうなんです今日 TikTok あ,あるんです見てくださいましたか バラありがとうございますお出かけの際には荷物は少ないタイプですか荷物めっちゃ多いよ <laughs> ずっしりタイプです私長瀬すももちゃんツインは頭皮に負担かかるのよそうなのめっちゃ結ぶタイプなのかなぁマナさんギャルギャルすごかったですよね <laughs> びっくりしましたあれ。めちゃめちゃびっくりしました驚き そうでもねでもね私がねあの好きなサーヤさんが昼公演の時にあの弾き語りをしててめちゃめちゃすごかった感動しましたあでも私にとって一番可愛いのはゆきちゃんだけどねってありがとうございますずっと前の話だけど最初はゆきちゃんが変顔する人と何何何何何何待って読めないごめんねこんばんはこんばんは ちょっとなんか言い回し変えたりできますかえりさんのふわちゃんねふわ <laughs> ちゃんさんふわちゃんさんふわ <laughs> さん <laughs> そうさやさんのギターめっちゃ感動しました TikTok 見ましたってありがとうございますギターほんと良かったですよねちょっと何 ?TikTok 見てきましたほんとじゃあちょっとしたお出かけでも何結構ね結構めっちゃ量いっぱいよちょっと星になっちゃってるけど ギャルのオファー来たらどうしますギャルのオファー来たら全力でギャルしますでも黒ギャルじゃなくて白ギャルでゆき,ゆきちゃんは何ゆきちゃんは何ゆきちゃんは何だろうごめんねギャルやりましょうギャルやります思い違いしてた思い違いしてたそうなのねひなた祭りの短歌応募した応募したら当たったのほんと ありがとうございますコメントもありがとうございます本当にそうギャルピース似合います <laughs> 変顔今日巻けね最高でしたよねふわさんふ <laughs> わ<ワ>さんゆ <laughs> きちゃんのギャル見てみたいね,ねやってみたいなギャル宿泊するぐらいのあそうですそうです多分そんな感じ宿泊するくらい <laughs> あ知ってますタレントのイアンさんは今日の千葉公園見てたら早く3期生のねえき聞きたいんですよねあげーって <laughs> あげーってギャルの格好したことあるのないですよ <laughs> そんなことある人生でさギャルの格好することあります <laughs> 私はないんですけどあるの皆さん皆さん逆にありますギャルの格好したこと ゆきちゃんは外見は白で中身は黒のオセロとか <laughs> オセロとかまあないよねそうないですよ3期生のオリジナル曲も欲しいねそうですねいつかねありがとうございますハート元ギャルなのえママがなママ元ギャルかな <laughs> ママはもっとギャルかな私は違うようちがギャルの格好したら捕ま捕まる捕まる僕はまだ何 ないですほんとおしゃべり会でギャルのコスプレリクエストわしもありませんほんと待って待ってギャル王ならね <laughs> わいもギャルは何その時代にゆきちゃんがタイムリープすればギャルしてそうえー、してそうかなハートいっぱいありがとうございます日野さんね髪バッサリバッサリそうしたんですゆきちゃんこれからギャルにえママわかんないママギャルじゃないと思う <laughs> でもなんかルーズソックス履いてたって言ってたよなんかあの白い白いさルーズソックス履いてたって言ってたママハットいっぱいありがとうございます3期生とあーラジオ番組ですかねいいですねゆきちゃんがギャルの格好したら気絶しますゆ <laughs> きちゃんは3期の NGT3 期の清楚担当ってこと清楚担当ってことで清楚かなゆきちゃんは王道でいてほしいけど王道から外れるほど面白いんよね <laughs> めっちゃギャルなのかなルーズソックスお母さん何歳くらいお母さんの年齢は NG で <laughs> ハートありがとうございますそうかママの世代はルーズソックスの流行り流行り恥なんだろう星になった <laughs> ルーズは最近 またはやっね流行ってますよね最近また喉乾かないですよ大丈夫ありがとうみんなルーズ入ってた時代だねそうなんですねアムラアムラ,ア,ムアムラさんかなママさんがルーズソックス世代そうなの TikTok 座ってても萌ちゃんとの身長差そう萌ちゃんとの身長差えぐいんですよ本当にそう最近もねルーズソックス入ってる方いっぱいいますよね JKJK JK してる子 <laughs> してる子ちょっとなんか音聞こえるかななんか声聞こえる大丈夫なんかママ <laughs> ママの笑い声聞こえるちょっと大丈夫 <laughs> 大丈夫ママの笑い声聞こえたりする <laughs> ルーズソックス履いてたってだけで大体世代はわかる <laughs> 確かにね分かっちゃうな分かっちゃうなママママさんの笑い声聞こえます 爆笑聞こえたほんと大変なんだけどそれそれ大変お母さんは福山雅治さんよりえわかんないわかんないよわかんないちょっと聞こえたやばいな <laughs> やばい聞こえた本当にパラパラ踊れる私は踊れない私は踊れないけどわかんない踊れるのかな <laughs> 分かんないかかんんなないいいバラありがとうございます分かんないよママの話あんまり分かんないそうそうそうこの配信見て笑ってるんだよママ <laughs> ママはクソこの配信見て笑ってるそう聞こえなかったことに <laughs> お願いします本当に <laughs> もうさびっくりよびっくりよこっちびっくりしちゃうママも小柄なのそうですねママも小柄だね ぜひギャル講座を古澤さんに、ね、<laughs> ほんとにほんとにママは携帯にいっぱいストラップつけてた時代そうなのかなやっぱり見てるのねそうねやっぱり見てるのねやっぱり見てますねママママも早口なのママはママは早口じゃないんじゃないわかんない <laughs> わかんないけどママは違うんじゃないかな どうなんだろうどうどなんでしょうかママさんとコラボ配信ママとはコラボ配信できないなゆ <laughs> きちゃんのママについての配信にね配信ママについてになっちゃったハートありがとうということはプリクラねえ撮りまくってたかなママさんツイート鑑賞してないよお母さんこんにちはママ推しになりそう 圧ブーツの世代かな厚底ブーツの世代なのかなねどうなんだろうハートありがとうございますありがとうありがとうございますハートえそうなんだっけ今日そうツアーのあれを見てなんだっけなんだっけ <laughs> 行きまモオしフェイさんほんとあ仕事なのでそろそろ寝ますまたお邪魔します頑張ってください寝てありがとうございますほんとにおやすみなさい おやすみーゆっくり休んでねゆきちゃんよりママと年齢が近い近いほんとそしたらさっきの早口言葉のコメントのくだりも見られてたのねそうですね多分見てますギャルさんママが人気と聞いてツアーそうツアー見ました配信で現場には行けなかった現場には行けなかったゆきちゃんの配信なのにゆきちゃんの話題よりママの話題で盛り上がっちゃったね 本当にこんばんはこんばんは安室さん安室さんもママの影響説あるそうそうねそうんちょっと待って私がんちょっと待ってママネタ NG ママネタ NG 皆さん将来お母さんって読むように <laughs> ならないでしょならないでしょそうね本当ありがとうね本当に本当ありがとう そう今日ツアーのねやつ見たんです今日は仕事でツアーまだ見られてないからゆきちゃん配信を楽しみに仕事してましたそうなんですねお疲れ様です本当にそれはママを4期生 <laughs> あ結婚してってありがとうございますありがとう <laughs> 面白すぎ面白すぎだよそう今日さ配信見てめちゃめちゃねすごいね あの、なんだなんだ <laughs> ずっと見てたの昼公演も見て夜公演も見てめちゃめちゃね良かった遊びに来てあ,ってありがとうございますならないでしょってそんな現実を突きつけなくて「<laughs> 昔ママ AKB?」って「ありがとう」「ゆきちゃん白がよく似合うの」って「ありがとう」「来たこんばんは」って「こんばんは」 フォロワー,アート22にほんととありがとうございますこんばんはこんばんはゆきちゃん今日休みだったんですかそうですねそういうことになっちゃいますね <laughs> そういうことになっちゃいますねこんばんはこんばんはこんばんは <laughs> ありがとうございますコメントしてくださってちょっとあのちょくちょく言うんですけど フォロワー1700人目指してるので、もしよかったらお願いします。そう、休みでもね、自主練しました、今日もちょっとだけ。ママ、わかんない。ママの話、あんまりわかんない、それ。昨日はダンス練習、うまくいった、うまくいきました。今日はカヌレ食べてないです、まだ。まだ、まだというか、今日はカヌレ食べてない <laughs>。今日はカヌレ食べてないです。ちらってありがとうございます、見に来てくださって。夜中にお腹すいたときはどうする食べる 食べる <laughs> 何か食べる初回からフォローしてるよってありがとうございます本当にありがとうラブフォロー済みですってありがとうございますゆきちゃんとゆっくりお話ししてみたいなってねゆっくりお話ししたいですやっぱり自主練習してたさすがだなってありがとうございますそうでもそんなにガッツリでもないよ そんなにがっつりでも、ね、3期のの TikTok ってまだまだあるのかなまだまだありますねぜひあのいっぱいあるので楽しみに <laughs> 楽しみにお待ちくださいぜひあのお楽しみということでいっぱい撮りました本当に食べるの好きなんだねってそうなんです食べるの好きなんですお店にあるカヌレ全部買い占めてそう <laughs> めっちゃ偏見でも確かにうんいっぱい買っちゃう ママさん売り切れそう。何ママさん売り切れそうって何新潟に来る県外ファンにおすすめの新潟グルメ。え、イタリアンのホワイト。<laughs> なんかずっと言ってる気がする。青いペンライトありがとう。次のグループ推しアメリカへのメンバー決まってましたっけ決まってないですね。白いペンライトありがとう。自主練するメンバーって自宅で踊ったりするんだろうか。わかんない。私自宅だけど。雪沼に片足はまりかけてますので助けてくださいって。<laughs> 助けません <laughs>。こんばんは。 そソバンソ何ありがとうございますコメント <laughs> ハートに顔したらピンクになりましたありがとうショールームはフォローしてるしさっき沼にも沈められました本当ですか <laughs> そのまま沼っといてくださいねもんもじゃさんことなになになにごめんねあってないですね食べても太らない食べたら太りますよそりゃ食べても太らない人いますこんばんはこんばんは いつも卒論とか実習記録しながら見てるよってありがとうございますありがとうございます大変なのにありがとうさや姉さんの持ちネタ挨拶そうなんですねむしろ沼に引き込まれる本当ですか足つりました足つりました大変それは <laughs> 柴野ゆきが今まで食べたもの 物の栄養私たちの行き先はどこかしら <laughs> ゆきユキちゃん痩せてるからほんとあまた沼に靴なくした大変それは頭はポンポンされながら沼に <laughs> これポンポンじゃないよグって押してるのグって <laughs> 食べても太ったことないよえマジでそうなの私食べてめっちゃ太ったよ中学生の時そそれこそ NGT の2期生に応募した時にめちゃめちゃ太ってて誕生日一日違いの12月3日ほんとすごいすごいね耳タイムはねまだかなゆきちゃん配信来ると沼にはまってしまうのそうですねそうなんです沼の深さ沼の深さは何メートルだろうなんかね宇宙に到達するくらい <laughs> 宇宙に到達するくらいかな こんばんばはゆきちゃんが太ってるのイメージはほどほどにそう私ほんとに中学の時そう2期生のの応募応募が始まった時めちゃめちゃ太っててそうそれでなんかやばかった <laughs> そうやばかったなんかねほっぺほっぺがやばかった <laughs> こう顔がねパンパンになっててやばかった 知らないうちに沼に沈められてたのかそうですね地球突き抜けましたねそう2期生さん応募してましたそうその時にめっちゃ太ってた誕生日9日違い本当えすごいんだけどなんかすごい <laughs> すごいです誕生日9日違いかそう2期生さん受けましたノイミンさんは受けてないですね あちなみに今沼の底を優雅に泳ぎながらショールーム見ながらコメント打ってます <laughs> そんなそんな器用なこと確かにね泳いでるのか2期に申し込んだのは中学生の頃かそうなんですよねえその時の写真あるかなその時の写真掘り出さないと <laughs> 掘り出さないと卒アルになっちゃうな卒業した 卒業したメンバーさんで会ってみたい方会ってみたい方いっぱいいますよいっぱいいますけどあ私はちょうど2ヶ月違いそうなんですね2ヶ月違いやってみたい方やばいやばいやばいあこんなところに沼が沼です昨日は沼に靴がはまったままだとので探しに来ましたお帰りなさい 探しに来ましたかブラックホール並みの沼ですね怖いそうもし見つけたらメールで送ってみてあはいゆき,ゆきちゃん沼は快適な沼なので本当ですかこんばんはこんばんは沼の中快適ですか地球突き抜けたらブラジルですか地球突き抜けたらあの惑星惑星が広がってます大滝さんはショールーム配信してるよそうなんですね ありがとうございます。あの夕日の湯にひまわり、あの <laughs> ありがとうございます。底なし沼ですか。そうですね。底なし沼ですね。<laughs> あのそうなんです。でもなんか快適らしいですよ。快適な沼らしいです。そう。心地よくて抜ける狂気沖な本当ですか。よかった <laughs> よかった。とどまっててください。そしたら。 えちょっとさ早いけどさもう耳つけちゃうかなどこ村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 と快適ってこんばんはこんばんはとりあえず首まで使ってます本当ですかゆきちゃんを最初に見た時から沼にいます本当ですか本当ゆきちゃんこんばんはこんばんは沼からはるか村条例 アクリルボードがほんと雪沼そう深いよ私の沼快適沼ほんと雪星そ雪星が広がってる広がってるかな耳そうどうしようか悩んでる今首まで使ってたもっと沈めれたブラジルに到達しちゃう快適こんばんはこんばんはこんばんはねごめんなさいごめんねさっきからね誰々さん知ってるみたいなコメントあるんですけど ちょっと多分知らない方が多いかもです。キャンプ地から沼に戻ってきました。本当ですか？最近沼りました。ありがとうございます。落とした靴は金の靴ですね <laughs>。落とした靴金の靴なんですか？ウサミウサ猫猫村とか星じゃなくて沼 でもはるちゃんも沼って言ってたから私沼なのかなほんと目が綺麗だよねってありがとうございます沼が快適すぎてよく靴なくす <laughs> それはほんとに快適なのだろうか靴をなくすのは快適なのだろうかこんばんはこんばんはねなんかそのコメントさっきもしてませんでしたこの先 n j t 4 8ってどうなるんだろうってどうなるんですかね <laughs> ありがとうございます本当にハートもハートもいっぱいありがとう今日時間このくらいですこんばんはこんばんはコメントありがとうございますゆきちゃん沼にはまってること多分推しにもバレてる <laughs> やばい可愛い,いってありがとうございますよしゆきちゃんがつけたら一緒に猫耳つけて配信見るか <laughs> 面白い画面の向こう側も猫耳沼に頭からはまって何に犬神家状態です本当ですか むしろ沼に沈めたくて靴買ってる説 <laughs> 逆にね沼に沈めるための靴 <laughs> 買ってますやべやべ <laughs> 沼って言ってもものすごく綺麗な沼だから快適良かったそれは入部する部活はもう決めたの入部したい部活はあります3期という巨大な沼の方に沈みかけてるおお <laughs> そう。 村長には内緒でお願いします内緒にしましょう前の足から許可を得て本当ですか許可得たんですかすごいやべやべ <laughs> 幼い頃田んぼに長靴が残ったまま足が抜けたような感じかな <laughs> 確かに抜けますよね田んぼに足突っ込んで長靴沼といっても女神が釜を持って出てくる沼だから <laughs> 本当にあるそんな沼ゆきちゃんのなぎんとウィンクにはまってしまったって本当ですか 嬉しいあ、そうなんですね。みゆみゆさんに内緒でオッケーです。<laughs> 沼に沈めたら息に汚くなるけどいいか、いいかいいかいあありがとうございます。あ、斧斧だ斧だ。斧だ <laughs> いや、待って待ってハートありがとうございます。もうさかさ <laughs> 待って口が回らなくなってきた。ごめんね。頭の回転と口の回転も回らなくなってきた。 ごめんあの猫耳みそすずいいですよねはるか村からはるかさんの村から出ないでください私も住んでます <laughs> こんばんはこんばんはハートありがとうございますなな何なんだろう星ばっかりで読めない <laughs> 言い方変えれますかゆきちゃん仕事終わってやっと会えましたってお疲れ様お疲れ様ハートありがとうございます一回深呼吸してねそうそう 村人の方たちは村長がパトロールしてないことを願ってください <laughs> パトロールパトロールされてるかもしれないハートありがとうはいってそうそう白雪姫白雪姫担当になったんですそうちょっと待ってねめっちゃめちゃ星だけどか村さんかな外出できるかな そう私の沼はそう入ったら最後ですそうそう私の沼ははるか村さんの中にあると思いますこんばんはこんばんはそう雪に潜って長靴が脱げたことはね一旦救急休憩でカヌレ食べないかな2期生の先輩たちは常にドローンで監視してるのでえそうなんですか怖い怖いなこんばんはこんばんははじめましてってコメントありがとうございますありがとう 今フォロワー先の七百人目指してます。お願いします。靴？靴の中靴の犬バレた。<laughs> そう回ってますか？中井さんパトロール回ってます？そうそこなし沼か <laughs> そう新潟新潟県から十センチ浮いてる沼か <laughs> そ。そう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 私の村はるかさんの村の中にあるかもしれない <laughs>。 そうあの村は沼だらけで危ねえんだわ <laughs> そうそう南川の方じゃないですよ春春の方じゃないですお疲れ様ですとお疲れ様ですお疲れこんばんはゆきちゃんの配信見に来れたってありがとうございますありがとう嬉しいそんな嬉しいなシナモン可愛いね可愛い雪沼にハマってる ってことはいつの間にかそうですねいつの間にかはるかさんの村にこの沼はそうこの沼はそうはるか村さんの中ですかねそう白雪姫なんですよ一応一応担当が白雪姫なものでそう <laughs> あのなのでちょっとね私はあの入っちゃってるんですよね村の中に村の中にいるんです私こんばんはこんばんは。こんばんは ゆきおやすみっておやすみ,おやすみゆっくり寝てくださいねゆっくり寝てくださいねってゆっくり寝,寝てくださいこの前梨花姫さんに怒られましたかほんと大丈夫 <laughs> 大丈夫でしたこんばんはこんばんはそう村長とゆきちゃんの作戦かもしれない <laughs> 作戦かもしれない ゆきちゃんも村民だっあの始まったね頃にね強制加入というね形だったんですけど結構あの私はあの嬉しかったですはるか村の見事な何受注にはまってたのか、ね、ごめんねあのなんかやばい <laughs> 大丈夫ではないです大丈夫ではないですかやばいそれはどうしよう 大丈夫ではない。ここにいる。みんなそう。みんなね。そうなっちゃう。私が私がもうそんなもんでこんばんは。こんばんは。沼の中で毒りんごね。沼の中で毒りんごね。でもね。私毒りんごを取り除かないと村の役職が可愛い人。あれはそうなんですか？本当可愛い人。レア自由に脱走して <laughs> 大丈夫じゃないですよ。 白焼き姫だったら怪しい人からのソーリンゴを食べないようにゆきちゃんはどんなくしゃみするするんですかえめっちゃハックシャンみたいな <laughs> めっちゃめっちゃでかいくしゃみかなそっちそうそっちの人だったんです「ゆきちゃん今日の服装ありがとう可愛い,いですかこんばんはこんばんは」そう堂々とこのぬ そそうそう入っていいことが分かった白雪姫のママギャルじゃないですよ多分視力はね悪いですね視力悪いんですそう芝野も取り込んだことだし <laughs> 昇格昇格させようかな実は村からの秘密の脱出口が雪沼にあるとかあるかもしれない沼の底を <laughs> そういえば村長正統派って言ってたそう 言ってました、私。NGT48 さんの中で、そう。<laughs> 言ってましたね。言ってた、言ってた。とこれ、お願いします。定期的な、定期的な CM 入ります。<laughs> 定期的な CM 失礼します。もしよかったら、あの、フォローしてくださると嬉しいです。フォロワー1700人目指してます。お願いします、皆さん。 そういつの間にかむ損害村民だったのにそこがないのにそうそこを探させますゆきちゃんの家の隣には特別にカヌレツリータワーがある <laughs> あるかなそうはるかしそう目指せ1700人なんですそうなんです目指せなんです元気ですかって元気ですありがとうございますコメントそう目指せ1700人なんですお願いします是非 あ、沼を潜りきれば脱損できるかできるってことかそうかもしれない <laughs> 実はゆきちゃん沼は日本海に繋がってる説繋がってるかな <laughs> 繋がってるかなフォロワーお願いしますねそう正統派として入るなら「スモアおアくらくら」 どっちでしょう <laughs> どっちでしょうでもねずっと前からねクラクラさん入りたいとは言ってるので入りたいですけどね女王様の素質あるよねえありますかねありありますかあり <laughs> ありますかねこんばんはこんばんはこんばんはありがとうございます見に来てくださって。 まあ日本海に逃げられたとしてもなんな,なんだけどね,ねそうですねハートありがとうございますありがとうクラクラさんクラクラさんは空席まあそうですけどね私はねわからないですけどあの <laughs> 入れるかはわからないですけど結局何結局何 <laughs> 出たいだけやん もう,時間そうもう1時間経つからそろそろつけようかなって思ってどうします <laughs> もうもう1時間経つからつけようかなってクラクラさんみたいに可愛い衣装ね可愛いですよね衣装着てみたいですよねそう3規定でユニット組むならユニット組むなら何クラクラ履いてほしいのでありがとうございます ね、ありがとうございます。本当に。でもわかんないからね、こればっかりは。わかんないからね。ハートにハート、ありがとうございます。たくさん。お願いします。<laughs> お願いします。オッケー。了解だよ。そう。あ、一体誰推しなのよって言われたんですか。 猫耳ねそう猫耳しようかなって3期生の公園ね早くお見せしたいですけどね頑張ってます今こんばんは喉痛めないように水分とって寝てありがとうございますそう猫耳つけようかな席離れてましてごめんなさいって全然大丈夫ですよ大丈夫 <laughs> あ中井さんに中井さんにね 短期生でユニット組んでねそうですねねユニット組んでねそうやってみたいんですけどねこんばんはこんばんはそう猫耳の音聞こえる <laughs> そう猫耳の音聞こえてる耳あ待って待ってなんかピヨって出てきたピヨってなる そう、猫耳持ってたんだけどさ。こんな。電話がかかってきまして、電話してましたって、そうなんですね。全然大丈夫ですよ。そう、紙幣禁止は絶対命令ですよね。リカさん <laughs>。そう、鈴、鈴の猫耳なんです。見えるそう、猫耳 <laughs>。なります。ハートありがとうございます。ありがとう、ハート。 今日も可愛い,いありがとう。猫耳可愛い,いありがとう。あ結婚してってありがとうございます。たくさんたくさん結婚してってありがとう。犬派猫派私はね、あのワンちゃん飼ってます。ワンちゃん飼ってるので犬派かな。可愛い,いってありがとうございます。どっちも好きなんだけどね。猫も犬も好きです。どっちも大好きです。ハートありがとうございます。結婚してってありがとうございます。可愛い,いもありがとう。 ありがとう千葉公園の感想千葉公園の感想はサーヤさんの弾き語りがめちゃ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 感動してもう本当にすごいなんだろうよかった <laughs> よかったですサーヤさんサーヤさんから目離れなかったですめっちゃ可愛いってありがとうございます尊いもありがとう <laughs> のバラもありがとうございますそうありがとうね 可愛くて目が覚めたほんとごめんねコメント飛ばしちゃってごめんねそう猫耳黒もありますそう私効果かな1時間経ったけどそう5分から10分ですか体感 <laughs> そうそうありがとうフォロワー1700人まであと15人ほんとこんばんはありがとう僕はスヌーピーが大好きほんとどちらかというと猫、ね、派犬好きそう髪びっくりしましたよねめっちゃ切られてて 青いペンライトと白いペンライトありがとうございますありがとうそう髪めっちゃ切られててねびっくりしましたねそう良かったですよねさーさん本当にめっちゃすごかった服装と猫耳ぴったりありがとうございますそうなんかギャルそう夜公演ではギャルも見てめちゃめちゃすごかったです「ちらってありがとうかわいいありがとうかわいてありがとう」 猫耳世界一に合うほんとありがとう Twitter のタイムラインでゆきちゃんが話題になってたよえ本ほんとですかそうなんですかありがとうございますあの教えてくださって本当にありがとうございます <laughs> 嬉しいご報告をそう日野さんねショートヘアされててすごかったです今お家で猫ちゃん5匹すごい5匹も私入れて6匹目 <laughs> 私は 毎毎日毎日ユキちゃんがすすすぎてて困ってます本当ですかハートありがとうは遠回しにフォローあり, <laughs> フォローありがとう確かにユキちゃんはラーメンといちご大福ならどっちが好きいちご大福かな <laughs> シベリアンハスキーを飼ってみたいいいですねかっこいい <laughs> かっこいいですねシベリアンハスキーなんかね前ねおじいちゃんが飼ってたって言ってた気がする最初猫耳つけた時 痛かったよ。いや本当 <laughs> 大丈夫。三期生おしましダメですか。え全然おしましオッケーじゃないですか。こんばんはこんばんは私はってどっち本当 <laughs> 私はついに逆に逆に六匹目に迎えていいんですか。ぜひぜひ六匹目にお願いします。<laughs> ぜひお願いします。あの いっぱい食べちゃうんですけど大丈夫ですか <laughs> いっぱいご飯いただいてもいいですかあの好きなものはいちごマカロン親子丼オムライスです <laughs> 大好物お願いしますこんばんはこんばんはあ鈴木ひとみさんのショールーム始まりました鈴木ひとみさんのショールーム始まりましたハ旗ありがとうございますこんばんは コメントありがとうございます。おやすみっておやすみなさい。ゆっくり休んでね。可愛い,いってありがとう。かなり用意してきます。ありがとうございます。可愛すぎ、本当ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。お知らせそう、お知らせきました。<laughs> 何でも食べていいよって本当ですか？じゃあちょっと何でも食べさせていただきます。<laughs> 仕事なんか仕事でなかなか見れなくて寂しかったです。やっと見れて嬉しい。良かった。お仕事お疲れ様です。毎日毎日お疲れ。 オムライスとくもりえ欲しい <laughs> そうこんばんはこんばんはそう恒例のやつですゆきちゃんにとってカヌレは主食ではなくおやつかなそうなんですおやつですねゆきちゃんおすすめの新潟のオムライスのお店えー、どこだろうなんかさポムポムの木みたいな,なんだっけなんだっけそんな感じの <laughs> なんだっけそんな感じのお店 こんばんはこんばんばはラーメンは食べますよラーメン私とんこつラーメンが好きいちごマカロン親子丼オムライス用意しておきますありがとうございますオムライスはデミ派ケチャップ派私はねオムライスはねケチャップ派ですケチャップが好きお絵かきしてほしいなハートとかこんばんはこんばんはそうポムのなんとか <laughs> ツアー申し込みましたえ当たるかな当たってほしいそう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  それそこのお店です。オムライスは半熟卵派です。そうです。半熟卵派ゆきちゃんに関係ないですが、背中を孫の孫の手で描きながら配信見てますかね。そう、美味しいですよね。そこのオムライスそう。大阪にもあるんですか？本当ですか？耳つけると158センチくらいあるかな。耳増しいちごとまいちごマカロンではなく、そう。イチゴとマカロン。 <laughs> 俺もオムライスケチャップ派ほんとポムの木ですよねそうですよね有名ですよねありがとうハートハートいっぱいありがとうございます抱えきれない <laughs> 抱えきれないありがとう申し込み忘れましたって本当ですかでもねどうだろうまた申し込みできるかなできできるかなデミグラスもねデミグラスも捨てがたいですよねほんとにどっちも美味しいからね 半分半分に分けるとか来週のそうあ、とんこつラーメンのお店ですか来週みよ日曜日もオムライス食べてきたね見ました美味しそういいなとんこつ系ならーメン系の豚しゃもじさん行ってみますねやっぱり鈴木さんの配信って頭皮から始まるんだねそうなんですね <laughs> オムライスはペラペラ卵にケチャップ美しいですいいですねなんかいろんなオムライスありますよね それぞれぞ良さがあって美味しいですよねハートありがとうございますオムライスは好きだけど中のケチャップご飯が苦手ああそうなんですねじゃあなんか違うなんだろうバターライスとか <laughs> バターライスとかに変えてみたり美味しいかもしれないそうめちゃめちゃ 食べ物の話してる。なんかお腹空いてくるかもしれない <laughs>。お腹空いてくるかも。今見てきたらザー頭皮だった。そうなんですか？見たい。新潟では。え、おすすめ本当ケチャップ味ほんと、本当オムライスはデミグラス派かもしれないね。デミグラスも美味しいんですよね。オムライス食べたくなってきましたね。本当にオムライス食べたくなってきた。オムライス好き。私中のグリーンピースはなしで、あ中のグリーンピースね。 私は全然食べれるけどグリーンピース嫌い派ですかラーメン部来週3期生仮入部ですかえ違うと思うけどもそうなんですかねいちごマカロン親子丼オムライス食べる時ゆきちゃんへの召してのツイートであふれそうそうあふれ,れたら嬉しいな作ったりして食べるうーんどう かなでも作る時もありますオムライスはオムライスと親子丼作る時ありますなんだなんだグリーンピース抜きねえオムライス食べたくなってきましたよねグリーンピース無理なんですかグリーンピース無理な方多いのかねえ飯テロだ <laughs> キッチン加山、ま、キッチン加山さんのオムライス美味しいですよねわかります昔オムライスのご飯がケチャップライスじゃなくてチャーハンで あチャーハンでショック受けたんですか珍しいワンワンバンコこんばんワンかな <laughs> ワンバンコ何何すごい言葉を見た <laughs> ありがとうございますコメントグリーンピースは敵ほんとゆきちゃんが作ったオムライス食べたいね作りたいオムライス食べる時ゆきちゃんの生女子に添えますねってありがとうございますグリーンピース好き デミグラスなら、白山神社前のキリンさんか白山通りのえー、そうなんですね今度行ってみますラーメン部わかんないそうラーメン部さんのはわかんないなこの前沈黙のパレード見てきましたえ見ますね今度見てみます専用ハッシュタグ作ったらゆきちゃんがエゴさしやすそう専用ハッシュタグありますよあのねオモラブオモオモ,オモラブ不足っていう <laughs> ハッシュタグオモラブ不足っていうハッシュタグがあります。南のイオンのね。そう言ってみてください。市内の賑わい。 落ち着いたのかな落ち着いたのかなゆきちゃんグリーンピース好きなら絶対克服します克服全然無理しないでね <laughs> 次からグリーンピースえ大丈夫だよそう無理しないであそうこれハッシュタグこの方が売ってるハッシュタグ私のハッシュタグですありがとうございますハッシュタグ売ってくださってこちらのハッシュタグを見てくださいねポムの木美味しいです美味しい美味しそうですよねそうオムラム不足ラーメン部入ってないですよ私この流れはオムライス部作るしかない わかりやすく個性あふれるハッシュタグですねってありがとうございますそうそうねハッシュタグね紙にねうん紙にね紙 <laughs> にね時間があった二期生ではさやさんさやさんがオムライス大好き本当え嬉しい私の好きな方と好きなものが一緒って嬉しい不足してないけどそう不足してなくてもオムラブ不足ねリアルオムラブ 不足ほんとオムブ <laughs> オムブ不足で美味しいオムライス画像 <laughs> 確かにポムの木行ったことないから今度行ってみるぜひぜひ行ってみてくださいよく南のイオンと言われるか南はどっちですか,南はどっちですかフォローさせてねってありがとうございますコメントもありがとうございますありがとうございます本当にハッシュタグおもらぶ不足とは ゆきちゃん初心者「そうハッシュタグおもらブ不足」って言ってなんだろうなんか私いつもメールメールでラブを届けてるんですけどそう不足してても不足してなくても「ハッシュタグおもらブ不足」でなんだろうなんかこう私に関してのツイートをしてくださったら絶対チェックします <laughs> さやさんは確か親子ども好きほんと同じだおもらブ不足かおもらべ好きですありがとうございます オムライス部オム <laughs> ライス部かなんかそれご飯の量だけ多そうじゃない <laughs> なんかオムライス要素なくないオムラブこれは何なんかねメールで私なんか重い重い重ため女子 <laughs> 重い女の子なんですよキッチン買い物行きたいってねキッチン買い物行きたいですよね私も行きたいまさかとは思いますが親子丼 のの肉は何の肉は親子丼の肉はなんだっけ鶏肉鶏さん可愛い,い子は同じの食べるんだな <laughs> そうなんですかね部活はオモラブ「おもらぶ」「おもらぶね」「おもらぶ」いいいいアイディアなんかすごいすごいなんか凝縮されてる <laughs> 不足してないからハッシュタグ「芝ゆきだけにしてたわなるほどそう不足してなくても「 つけてくれるとめっちゃチェックできますちゃんとちゃんとチェックしますそう重ため女子 <laughs> そう重めなんですこんばんはこんばんはそう当たり鶏肉そうと鶏,鶏肉 <laughs> 自分も芋たれなんそうなんですか今度さあやさんと今度さあやさんと何してる写真 <laughs> 何してる写真をメールかななんか写真送ったら大丈夫ですか 何してる写真をお送りしましょうかそうねえ最近さーさんとまた話したいのこれで爆食系女子ならバズる <laughs> えどうなんだろう私いっぱい食べる方だけどどうなんだろう重 <laughs> ため女子って言ってるけど実際そんなめちゃくちゃ重ため女子じゃない「うんー」じゃなさそうってそうかもしれない実際違うかもさーさんとのああなるほどデート <laughs> デートですかなるほどねデートって言うとしたんですねえ送りたいです <laughs> めちゃめちゃ優しくて話しやすいのに重めなところが押したそっくりです本当ですかおし様とそっくりですかえサンヤさんとデートしたいサンヤさんとデートしたいなサンヤさん,さんデートしてください <laughs> お願いしますいちいち星になるの星になるのなんだろう <laughs> ねまた星になっちゃってる 回転回転寿司何皿食べる回転寿司ね私サーモンしか食べないんだけどねサーモンだけで8とかかな8かな1期生には伝説の何大食いクイーンいるんですかねさサヤさんとデートしたいですよね美術用意2人本当そうデートしたいサやヤさんの名前を呼ぶ時に恋する乙女になってるのもかわいそうえ本当にね もう本本本当当当ににに可可愛愛くくてて毎回なんか Twitter の投稿してらっしゃるじゃないですかそのお写真とか保存してます <laughs> そう本当にあな,んかなんかさっきから誰かの言葉のセリフを <laughs> 書かれてて「そう面倒くさいねめんどくさいねめんどくさい、ね」さいって言ったのかなそこはせめて80皿やばいじゃんそうめっちゃサーモン食べるんです ゆきちゃんが声かければ OK してくれますかねゆきにゃん乾いってありがとうございますサーモンっていろんな種類あるからいいよねそうですねいろんな種類ありますねサーモン炙らないそうサーモンは炙らないし玉ねぎものせないそうなんですそうねいろんなお寿司屋さんありますよねこんばんはさイヤさんとのツーショットね撮りたい <laughs> こんばんはこんばんはありがとうございますコメント ショールームだと星がね厳しいサーモン以外のネタうん美味しいんですけどねそう美味しいんですけど私はサーモンしか食べない <laughs> 私はサーモンしか食べないのこんばんはこんばんはコメントありがとうのねほんとサーモンだけでねいけますよね ハートありがとうございます。ありがとう、ハート。こんばんは、こんばんは。なんかお久しぶりですね、こんばんは。はるちゃん見ましたか、今日。ハルちゃん見たかなとろサーモンもあるけど、違うのね、そうなんです、違うんです。マグロ私ね、マグロね、ちょっとね、苦手なんですよね。ちっちゃい時食べてたんですけど、だんだん大人になったら、無理になりました。こんばんは、こんばんは、強気や。ササーーモモンンの、そうサーモン 朝のメールでゆきちゃんとのツーショットそうありましたよね私もなんかそう取っていただいて3文しか食べないのそう千葉からの帰りですかほんとよかった回転寿司は香うま多めに食べちゃいますそうなんですねこんばんはそう萌 <laughs> ちゃんゆきだけに白身魚白身魚はねあんまあんま食べないかな新潟のお寿司はめっちゃおいしいおいしそうだよ新潟です私も <laughs> 新潟だけどサーモンしか食べないこんばんはそうこんばんはかエりさん何ちょっと待ってごめんねコメント飛んじゃった新潟なんだから何ふななふな,ふなべったふなべった,ふなべったって何回転寿司配信できるんですかそんな配信できるのかな 貝類そう貝類苦手なんです私貝類苦手であのあさりとか牡蠣あさり牡蠣しじみとか苦手ですこんばんはこんばんはコメントありがとうございますこんばんは今フォロワー1700人目指してますもしよかったらフォローしてくださいお願いしますそうサ3問単押しなんです私 <laughs> サ3問単押しなので浮気できないんです私 サーモンにそうサ,サーモンから浮気できないそうサーモンそうなのちょっと待ってコメント飛んじゃったごめんね美味しいよねホタテもにホタテはね貝柱とかならギリギリ食べれるサーモン沼にそうハマってるのあさりの味噌汁も食べれないカエル苦手な仲も派遣した本当こんばんはこんばんは俺もゆきちゃん楽しいえ違うそれは <laughs> それは違うそう タン押しは俺と同じだ本当？とくらくらくらなになにな配信 DD? お寿司 DD? <laughs> サーモンにいくらはありですかあり？それはありかもでもサーモンタン押しサーモンに重めの愛送ってるそう知らぬ間にゆきちゃんからのメール来てた本当？メール届いた <laughs> メールのり巻き系食べれますのり巻き系食べれるけどサーモンタン押しかなそう サーモンがたたのののはゆきちゃんの食料だったのか <laughs> そうかもしれないそう「楽しい一番ほど遠い言葉」「今見たらあと15人で1,700人になるね」ってそうなんですかありがとうございますなんか伝えてくださってありがとうございます本当にありがとね本当に報告ありがとう嬉しいあと15人らしいですお願いします是非。 明日消えるのか <laughs> 消えないですよきっときっと消えないこんばんはこんばんはフォロワーどんどん増えてる本当ですかありがとうございます本当に皆さんありがとうございますフォローしてくださって嬉しいもしよかったらねフォローしてくださいゆきちゃん新潟出身は知っていてコメントしてます本当ですかありがとうございますのりまきんは 涙巻きが好きなんですかそれそんなのあるんですか今 NGT のメール取ってないけどゆきちゃんで申し込みたいと思ってる本当ですかそのその時は是非 <laughs> ね全然無理しなくてあのいいので取りたいなって思った時にお願いしますハートありがとうございますカヌレとサーモンならカヌレ <laughs> カヌレ初見さん釣るしか初見さん釣ろう <laughs> 明日の 夕飯は回転寿司サーモン一択で行こう、行こう。レッツゴー。新潟の太巻きにはくるみが入ります。そうなんですか。初尻かも。そう、カヌレ強い。カヌレ強いんです。ハートありがとうね。ハートありがとう。本当に釣っとる。本当に釣ってる。釣ろう。<laughs> もしよかったら、初見さんフォローしてください。ハートピンクにしてくださいね。 重めのメールをぜひ重めのメールを送りますねこんばんはこんばんはこんばんはありがとうございますコメントしてくださって嬉しいです俺生まれ変わったらカヌレになるんだ <laughs> カヌレになります今ツイートで拡散してきたありがとうございます本当にカヌレより好きな食べ物ありますかカヌレより好きなのはいちごマカロン親子丼オムライスの4つです涙巻きとはわさびえ わさび巻きなるほど涙が出るからかすごいサーモンとカヌレ明日から品切れかな品切れかな大変私もカヌレ欲しい <laughs> 私もカヌレ欲しいぞ俺はカヌレとユキちゃんならユキちゃん好きってありがとうございます嬉しいな2,000人超えたからカヌレ食べますか確かにね視聴者さんは2,000人超えたんですけど フォロワーさんがね超えてないのでまだカヌレは食べないですカヌレより上そういます結構あるのでそうなんですあペンライトありがとうございますありがとう空き缶流れてもそうなんですかありがとうカラフルなペンライトありがとうございますサーモン売り切れたらさすがにゆきちゃん効果えーそうなのかなでもサーモン人気結構ありますよ <laughs> カヌレやめてマカロンに生まれ変わりますマカロンに生まれ変わりますか最近食べた カルディカルディさんのカヌレ。美味しかった。そう、そうなんですか食べたいな。猫。そう、猫なんです。カヌレは東京のローソンでも売り切れ。ね、売り切れてますよね。また増えた本当あと少しですか嬉しい。カヌレットというお菓子知って,知ってますなんかグミみたいで、グミじゃないやつですよね。なんか一回食べたけど、ちょっとなんか、風味に酔っちゃった。酔っちゃったっていうかなんか、すごい。何 なんかモワモワしちゃった。トゥンカロン、トゥンカロン好きです。私。カヌレとトゥンカロン、同じくらい好き。トゥンカロン美味しいですよね。めっちゃさ、大きくてさ、食べ、食べた感があって。好き。千六百九十二、え、すごい。本当ですかあと六人、本当。あと六人になってる。本当。この配信で達成できるかな。増えた。本当ですか。え、本当。 それでは私もフォローしてますねってありがとうございますありがとう今ってごめん本当にありがとうございますありがとうございます本当にはるか村の村長さんがサモン以外のお寿司も食べなさいあーちょっとそれは無理かなって初見ですって初見じゃないですよ NGT48NGT 楽曲で好きな曲は青春時計ですローソンを見るたびにユキちゃんだって叫んでしまうそれはそれは困った このペースでこのペースなら何とかいける本当ですかね何とかいけるかな断る断っちゃうかな断っちゃうかもしれないそれは食べれないですって今見に来てる人みんな一斉にツイート拡散したら1700人いきそう本当ですかウインクちょうだいってウインク <laughs> ウインク ね、ごめんなさいちょっとね下手な下手なウインクをお見せしちゃって <laughs> あの人はプリンしか食べんプリンしか食べないんですかあありがとうございます青と白のペンライトありがとうございますありがとう青白ありがとうハートもありがとうございますありがとうハートあと6人頑張れってありがとうございますプリンと春春花の天ぷらしかない村にいるんですそうなんですか ウインクそっちいいよってありがとう。ウインクは練習したり練習しなしてないですね。ローソン見かけるたびにカヌレ探してるとか口が裂けても <laughs> カヌレ探してます。ゆきちゃんの声心地よくて眠くなってきちゃった。本当ですか？ヘタピンク、そのへたピン <laughs> ハートありがとうね。壁のプロフィールが見切れてます。あ、本当だ。ありがとう。そうね、さっきからねずらしちゃった。さっきから。 あのスマホがねずれてねありがとう教えてくれてよかった教えてもらってありがとうございます本当にフォロワー1700人目指してますカヌレ探してローソン5軒はしごしたとかあれ5軒はしごしたんですか <laughs> カヌレ探してカヌレ探しの旅に出ました見つかった見つかりましたかねちゃんと買いましたカヌレ やっと見つけたほんとカヌレ。やっと見つけたカヌレ。フォロワー増加チーム目標まであと6人ってありがとうございます。報告。ありがとう。あと6人。お願いします。フォロー。桃太郎は冬でも食べますか食べますね。ツイート拡散しました。ありがとうございます。ほんとに。ローソンが一番美味しいの。私は、あのね、コンビニコンビニで売ってるのだとローソンが一番美味しいです。でもやっぱりなんかパン屋さん パン屋さんのロローースあのののパパンン屋屋ささんんじゃカヌレが一番おいしいそうカヌレマウント3ヶ月ぐらい前に広島でたカヌレ食べた美味しかった本当そう美味しそうだよねそうなんか持ち方がカードみたい <laughs> カヌレそうカヌレ欲しいカヌレカヌレ食べようよ今日もユキちゃん のの癒しよかったそう、パン屋さんのローソンって言っちゃったパン屋さんのカヌレとかカヌレドキャンディカヌレドキャンディかなカヌレドなんちゃらさんのカヌレ美味しいよコンビニならセブンそうセブンにもありますよねそうローソンのが美味しいんです一番カヌレカヌレあんして何カヌレ何カヌレ濃密カヌレ何何欲しい半分こする 半分こするこれ、<laughs> 半分こパン屋さん <laughs> パン屋さんのローソン <laughs> バラちゃん一緒にカヌレ食べる？欲しい？そうカヌレドなんちゃら、<laughs> そう <laughs> 初見さんもコメントありがとうございます。そうポンコツ流れてますか？そう袋は何？パンって何そう袋をパンって叩いたら6匹目の猫として迎えるのでカヌレ持ってきてあ じゃあ持っていきます <laughs> 半分こしますかそうカヌレさんカヌレさんえ美味しそう <laughs> 食べたいそうカヌレドキャンキャンティカヌレドキャンティーさんキャンキャンディーキャンティーさんキャンティーさんで会ってた食べた食べたい買いに行きたいそのカヌレ今日食べましたおしと同じの食べると嬉しいんですって <laughs> えはるちゅんじゃんはるちゃん見てるはるちゃんラブ半分こして食べたいねはるちゅんって明日絶対探して食べてくださいこんばんはこんばんはコメントありがとうございますもしよかったらフォローお願いしますそう賞味期限がソサイヤさんの誕生日なんですペヤングなら,ならぬハヌレカヌレ半分こお家の近くのパン屋さんにローソンっていう新商品は <laughs> はるちゃん来ましたね 前にメール返信で伝えたけどローソンにご意見メールねありがとうございますそのメールの返信見ましたありがとう半分子はねそうですねそのペアですね今日はカメラに限界まで近づけてないのさすがそう近づけなかった南川さんがき来た間違えた来た <laughs> ピョンピョンこんばんはってこんばんは NGT の部活決まりましたかまだ決まってないんですよそれが。 ハートありがとうございますありがとうハート遊びに来たよってありがとうございますありがとうねっはるちゃん来たんだけどはるちゃん見てるはるちゃんただいまってお帰りなさいそうだよねさっきもなんか来てたと思ったんだけどさなんか一回抜けたのかなってそうバジフユ半分こうね本ほんとにいいな <laughs> いいな そうカヌレ半分後コメントははじめましてですってありがとうございますありがとう今そうフォロワー1700人目指してますはじめましてあの芝野ゆきって言います <laughs> ハートありがとうございますお風呂入っていましたってそうなんですねはるちゃんはジョージが好きなんでそうなんですよねはるちゃんジョージこうやって抱えて配信してた <laughs> 初見さんつられて 間違いない子やでてありがとうございますゆきちゃんとカヌレ半分こは燃える半分こしますかカヌレカヌレ半分こでもさどうやってカヌレ半分こするの切るしかないのかな <laughs> じゃ切ってカヌレ真っ二つカヌレ真っ二つしますカヌレ <laughs> カヌレマジで美味しそうめっちゃ美味しそうカヌレ 真ん中でね割るしかないよね髪の毛も長くて綺麗でありがとうございますありがとうやっぱ近いんよ <laughs> そうやっぱ近いんよ見せるときやっぱ近いんよ <laughs> ハートありがとうございますありがとうハート多分ね包丁できるのかなね横に半分こね横に半分こしたらさ食べれないじゃん上の部分も食べたいじゃん 明日も実習だからそろそろ寝るねおやすみありがとうございます本当にゆっくり休んでくださいねおやすみあんされたい人生本当一切れ一切れちぎってあんでもいい本当 <laughs> でもねちゃんと半分こしようミリ単位でミリ単位で半分こ天使さん天使さんですかって違いますよ天使じゃないですよその距離感が好きほんと半分こと言いつつゆきちゃんのカネレの方を大きくしておくれってえ ありがとう大好きそれはそう名前名前かっこいいありがとうかぶった <laughs> やっぱ縦よねそうやっぱ縦今の今のじゃんかわいいほんかぶりましたねなんか会話同士でコメントなさってるありがとうございますこんばんはこんばんはミリたいは細かすぎて配信は見てたんですが今仕事終わりでしてってそうなんですねお疲れ様ですお仕事お疲れ 今日も一日もお疲れ様やっぱおもらぶだなってねやっぱおもらぶ <laughs> やっぱおもらぶかなこんばんはこんばんは半分こよりあんしてもらいたいじゃじゃあ半分こしたのをあんしてあげます半分こしたのを口に突っ込んであげるね村から出たい <laughs> 村からは出れないから一緒に村に滞在しましょう <laughs> 一緒に村に滞在しましょう ゆきききちゃんの好きいたただきましたってそうめっちゃ好きゆきちゃんも今日一日お疲れ様ですってありがとうございますそれ最高って <laughs> なんならあんしあいこしたいねあんしあいこね口にそう口に突っ込んであげますね <laughs> そう口に突っ込んであげる無理やり半分にしたの無理やり無理やり口に突っ込んであげますね ちゃんとちゃんと美味しく食べてください。星になっちゃった星になっちまったね皆さんのコメントがちょっと星になっちゃった。めっちゃ勢いよく <laughs> ね。ね待って。なんか耳がさ。そう村長に気遣い気遣いうまいですかねなんて素敵な村滞在ルール <laughs> ハートありがとうございますいっぱい。ありがとうハート。突っ込まれたいほんと 窒息しちゃう <laughs> そう窒息しちゃうかな口の中にあげます突っ込んであげます女王様気質出ちゃってる本当ドド S 説ドスかなカヌレキャッチあカヌレキャッチもいいねじゃあさ10個全力ず10個十個連続で投げるから全部キャッチしてねあーお願いします <laughs> そう村から出る出ない出ない 出口は沼出口は沼ですい一度に10個かなそれまでは村に一緒にね村に一緒にありたけそう突っ込まれちゃうか鈴鳴らして,って鈴鳴ったかな今の <laughs> 10個は無理こんばんはこんばんは10個連続は絶対無理 <laughs> それは無理かなハートありがとうございますありがとうありがとうねえもう頑張って頑張って 10個取って <laughs> もう何が何でも10個取ってほしい <laughs> 次いつあん会ありますか <laughs> いつあるかないつならそれはカヌレ一口で食べるのもきつい <laughs> そうカヌレ一口もきつい <laughs> 10個連続は <laughs> そう10個連続はねちょっと厳しいか <laughs> 鈴鳴らしてる姿もかわいいほんと <laughs> カヌレ結構もっちりしてるから <laughs> そう飲み込めないよねすぐ。 案外意外とね一つ大きいですよね頑張って <laughs> ちょっと何言ってるか分からないハートありがとうございますありがとうハート待って視聴者さんがさもうすぐで2500人来きそう過去最高記録かも。 もう更新してる過去最高記録配信は基本プレビュー機能で見る見てるんですそうなんですねプレビュー機能かありますよねできますよねそれもハートありがとうございますありがとうでもねコメントしてくださって本当にありがとうございますパチパチパチ <laughs> ねそう本当にパチパチパチすでに100人近く更新してる本当ね確かに2300人くらいでしたよね過去最多 ありがとうハート視聴者数もそう伸びてきててき嬉しいですありがとうハートいっぱいありがとうございます。ありがとうハート絨毯みたいになってるハートがありがとう視聴者数その飲み物は何をし飲み物はね私ねソルティーライチ <laughs> ソルティーライチとイロハスイロハスの桃イロハスの桃味ありがとうハートいっぱいありがとう。 ハートの絨毯ありがとうございますありがとう配信がとっても楽しいのでコメントしたくなっちゃいますって本当ですか嬉しいそれは嬉しい雪沼にハマりかけてるのに村からそう村からは出てはいけないんですよみんな雪ちゃんに続行なのです本当かなハートだらけありがとうハートだらけありがとうありがとうございますソレティライチ美味しいんですよねハート500個もありがとうございますイロハスの桃も分かる本当 美味しいですよねあれめっちゃ美味しいのそうおすすめいろはすのもも美味しいですよねねえもも美味しいのよちょっと待ってそうはすももすもちゃんこの前の配信でごみにゃんお願いしたとき断ってたけど YouTube でなんにゃんって言ってるの見ましたそうあのあれですよねひなたまつりさん会社 PC なのでログ 残せないわけでしてなので今の時間帯配信してると自分の赤で来れるのでそうなんですね結構私ね夜夜のこの時間配信してますそうそうなんですねありがとうございます来てくださってイろハスの桃たくさん買わないと買わないとかなそう村から出てはいけないんですよハートありがとうちょっと待ってね 今,今ちょっと大惨事 <laughs> 今ちょっとちょっと大惨事そうそうちょっと大惨事起きてる夜の女そう夜のなんか明日そろえて以来ちょっといろはすももなくなってるかなそうティアラティアラにしましたもも消えるかなこんばんはこんばんはコメントありがとうございます,色はせすもも <laughs> すもちゃん登場してるすもちゃん登場仕事終わりが遅いのでこの時間の配信は嬉しいですってよかったあえっ熊さんありがとうございますくまさんありがとうありがとうございますありがとうくまさんありがとうくまさんありがとうございます本当に可愛かった可愛かったくまさん ねえ、猫耳みたいなねえ。くまグッチさんがクマをありがとうございます。そう、しれっと2500人超えました。ありがとう。あと20分、本当鈴鳴らしてる姿を誰かさんがそうねえ。それは二人押せということですか？えー、どっちにします。どっちにします。<laughs> 実は村から出る人多いから村から出ないという条例ができた。<laughs> 条例ができた。た 更新更新ファンタのすもも味は箱根買ってあるそうなんですねパチパチパチってそうありがとうございます2538名様もしかしてリラックマも好きリラックマも好きゆきちゃんしか見てないから任せててありがとうございますこんばんはこんばんは小悪魔女子小悪魔女子かなちょっと待ってねちょっと ヒアラさんがそうあ誕生日が1日違いです私12月5日え本当ですか1日違いすごいなんかさっきも1日違いの方いて3日の方がいたので3,4,5であれですね連続 <laughs> あと5人本当ここは猫カフェですか猫カフェかな <laughs> 猫カフェなのかなここは猫カフェ あと5人ですか？1700人まで本当。1700人目指してるので、もしよかったらフォローお願いします。あと5人すごい！すごい増えたくないですか？めちゃめちゃ増えててびっくりです。ngt の小悪魔小悪魔かな。本当ずっち。うん、いつもながら可愛すぎるってありがとうございます。 別にみつやのぬいぐるみ持ってる時他の子見てるわけじゃないからそうなんですか他の子見てるのかと思った <laughs> 他の子見てるのかと思ってました私てっきり悲しかったねえ待ってねティアラさんが「ゆきちゃんレッスンレッスンどうですかかなレッスンね頑張ってますよみんなみんなと一緒に頑張ってますよあ くまさんありがとうございますくまさんありがとうありがとうわたちゃんさんありがとうございますくまさんこんばんはこんばんはゆきちゃんうん3期生公演もね3期生公演もねそうねお見せしたいです今頑張ってるのでねお店早くお見せできる日をねあの楽しみに ティアノティアノちょっと外してましたそろそろスクショタイムかと思って戻ってきましたそうそろそろスクショタイムします新潟30日コンサートどんな曲やるんだろうね、どんな曲やるんですかね私もちょっとわからないので <laughs> 気になりますねこんばんはこんばんはみんな頑張ってるのを感じてるから頑張ってってありがとうございます 頑張りますねハートありがとうございますたくさんハートありがとうもし他の子見るならミツエを捨てます <laughs> 本当ですか大変じゃあ他の子を見ないでくださいね <laughs>、はあ、楽しい夢本当に毎日配信楽しくて今毎日配信9日目 ?8 日目8日目なんですけど 楽しい重大発表ありそうですねねあるかな今日千葉のコンサート花江頑張ってたよね花江頑張ってためっちゃ見ました私も頑張ってる姿をちゃんと見ていましたそう8日目2610人の方ありがとうございますありがとうあと15分やばいちょっと前髪だけ直させて <laughs> また前髪かよって突っ込まないでね また前髪でもユッキーが一番ってありがとうございますそう前髪30日セトリはほぼ一緒のはずです <laughs> なんでなんでわかんのなんでそれ断言断言 <laughs> 確かにセトリそうなのかな一緒なのかなわかんない私私わかんないんだけどセトリユッキちゃんのショールームはみんなが好きになっちゃうほど楽しいですよってありがとうございます前髪大事ですか そう前前髪髪大事また前髪かよ振りかな <laughs> 逆に他の子見てると思われてたの悲しいってごめんなさいだってなんか違う方向向いてるから <laughs> 違う方向向いてるからそう頭りましたアイロンあと6人ねあと6人なかなかねそう。 同期がツアーで歌って踊ってるのはどんな気持ちで見てるの？え、本当に頑張れって <laughs> 頑張れって思いながら見てます。ゆっきー初めて呼んでみたって。ありがとうございます。ね、部活発表あるみたいですね。かま前髪命ですね。コンサートでなんだろう。こんばんは。こんばんは。白いペンライトありがとうございます。ゆきちゃんは優しいのって優しいですかね？ありがとう。 そう六人六人の壁は熱いですよね。六人あと六人ですかね。前髪前髪命。よしできた。 まだフォローされてない方フォローよろしくお願いしますありがとうございます青白ありがとうございますナナみさんがスイーツ部人気ってそうそうなんですナナみさんスイーツ部人気って言ってました私もねスイーツ部入りたいなって思ってますアイドルはそう前髪が命命。よしフォローよろしくお願いしますぜひよいしょじゃあちょっとスクショタイムいきますね スクショタイムへ。可愛い,いって、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、ちょっと。ちょっと。いきますね、スクショタイム。どうしよう、最初のポーズ、じゃ、安定の。ラブ。そう、三十日に部活決定しそうです。 三十日申し込んだ。入ってるかな。<laughs> 前髪完璧。完璧かな。 いい感じいい感じいい感じに取れた <laughs> いい感じ初見ですって初見ですか かわいすぎて困ってます、ね。ありがとうございます。オッケー取れた。はじめましてってはじ <laughs> めましてですかね。はじめましてかな。半面になっちゃった。 <嘘> <laughs> ちゃんと半目じゃないのをお願いしますねこのご時世もあるから九州までツアー来なかかそうね九州まで行けなかったです燃え袖からの頭頭こてん燃え袖からの頭こてん待って待ってどんな <laughs> 待って合ってるかな合ってるかなそれ燃え袖からの 犬ですか猫です猫耳ですこれ猫耳アップあきキュンありがとう <laughs> ほぼ初見ですってほぼ初見ですかねありがとうございますありがとうあそうだなんだっけなんだっけなんだっけあ これもうすぐで最後なのでこちらのスクショも好きですありがとうございます好きです私も大好きです <laughs> だいたい初見ですかありがとうございます見てくださって本当にちょっとなんか紙が出てきちゃった じゃあちょっとどうしようスクショタイムああれですね投げキッス行きますいいんですか高齢のそう二千七百人ありがとうございます本当にありがとうちょっと高齢の高齢の投げキッスいいですか録画オッケーですかね可愛い,いってありがとうございますオッケー <laughs> めっちゃかみたいよってほんと OK かなじゃあちょっといきますね投げキッスいいですかいきまーす <laughs> ありがとうございますありがとう OK ねえ準備できた今今準備した今準備したもう一回やっとくもう一回やっとく <laughs> じゃあもう一回やっときますねコメントがね今準備できたの人がいたのでもう一回やりますねじゃあ行きますオッケーかなオッケーちゃんと取れましたかできたオッケーかなオッケーあオッケー取れたよかった。 よかったよかったこんばんはってこんばんはオッケーよかったーオッケー取れたならねよかった惚れたほんとよかったよかったありがとうありがとうございます今日も本当にありがとうねハートありがとう取 <laughs> れましたほんと好き好きってありがとうございますありがとう ちょっと待って取れた？可愛いの取れた？ちょっと待ってめ。めっちゃ字汚いけどごめん。めっちゃ字汚いけど <laughs>。二千二千七百人の方見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ殴り書き。 <laughs> めっちゃ殴り書きしちゃったんだけどありがとうありがとう <laughs> ありがとうございます見てくださってめちゃくっついた <laughs> そうそう,そう今あなたのハートに何ブザービートビーだっけなんだっけ <laughs> なんだっけね ナイシューってフォロワー1700人目指してますもしよかったらお願いしますフォロー初見さんねなんかハルチゅンのあれがあれがあのコメントが流れてきたハルチゅンのやつのコメントが流れてきたからそう嘆きスが飛んできて溺れかけた本当なんか春チュンのなんか あなたのハートにみたいなや,ってやってきルチョン推しの方かなきっとハルチョンの方かな今あのフォロワーフォロワ1700人目指してるのでもしよかったらフォローお願いします投げキッス見れなかったこんばんは初見ですってありがとうございますコメントしてくださってありがとうズッキュンってずッ <laughs> キュンバッキュン投げキッス見れなかった じゃあ、もう一回やる?。もう一回。やろうかな。ハートありがとうございます。じゃあ、もう一回投げキスしときますね。<laughs> いきますね。いいですか? <laughs>。オッケー。大丈夫? <laughs>。めっちゃ袖落ちちゃうんだけど、これ <laughs>。オッケー。あ、そうあと五分なの。あと五分しかなくて。<laughs> こっちはドッキュン。 毎日配信あと2日で10日だねってそうなんです頑張りますねハートありがとうございますわいありがとうっていやいやい,い,いただきましたハートありがとうそうね配信見逃さないようにも,もしよかったらフォローお願いしますフォロワー1700人目指してます超可愛いってありがとうリアルラブリアルラブ <laughs> フォロワー1700人目指してます もしよかったらフォローお願いします。<laughs> なんてお優しい沼の女神様なんでしょう全然。魂抜けかけました。大丈夫ですか魂戻します。<laughs> 嘆きしス3回もありがとうって全然。もしよかったらフォローお願いします。もしよかったら次の配信も楽しみにしてました。ありがとうございます。沼に片足入りそう。本当ですか引きずり込みますね。かわいすぎて。 ふふわふわ空に飛んでいけそう本当沼には沼には落ちてくれない <laughs> また沼に落とした靴を探しに来るズッキュンからのバッキュンも強烈 <laughs> 魂と一緒に沼に沈めてもらっていいですか怖い怖い配信ありがとうってこちらこそね見に来てくれてありがとうございます魂を強制的に突っ込まれたユキちゃんユキニアの配信はあっという間、ま、ねゆユキちゃんはフライング配信するのでそうフライング配信します ゆきちゃんいつも楽しいショールームありがとうってこちらこそありがとうございますありがとうバイバイ金バイバイ金ちょっと待ってねえねえ待って待ってもうさもうあれだねえ千1700人来ましたえなに何な何えやばいやばい時間がやばい時間がやばいちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってえ突破突破するえそう ね、視聴者さん視聴者さんありがとうございます2800人え1702になってますえ視聴者さんも18002800人になりましたありがとうえ1700人になってるなってるえありがとうございますありがとう皆さん皆さんありがとうございますえちょっと待ってくださいね壇上を読みしますね最後に壇上を読みしますと13位からいきます 1三位、ちくわドーナツさんありがとうございます。12位、松つさんありがとうございます。青いペンライトありがとうございます。白いペンライトもありがとう。11位、ティン,ティンバレラさんありがとうございます。10位、ハクタカさんありがとうございます。9位、デラペンペンさんありがとうございます。8位、大サクサクサク。何、サクサクが多いな。ありがとうございます。7位、オノピーさんありがとうございます。

楽しかったです今日もおめでとうおやすみってありがとうございますそう今日もね皆さん疲れてると思うので一日ゆっくり休んでください今日もね今日もゆっくり休みましょうありがとう見てくれてバイバイまたまた明日ねバイバイまたねおやすみバイバイありがとうございます本当にまたねバイバイおやすみバイバイ またねー。